発電機しか回さないで救助入らないやつなんかもう大したことねえから、もう。おやつとゲームしてもほぼ勝てないから。高確率で勝てねえだろ、女の子。もう伝統だよ、しゃがみマンとかもう。これを。ただのつまんねえからもうやめるか。次のゲーム行った方がいいな。こいつやってて気持ちよくなる可能性ゼロだからな。捕まったら捕まったでいいや。発電機触んねえやつがいるし、もうしゃがみはもう無理よ。このドワイトが一番邪魔だと思うわ。チーム前半戦の一番何もやってねえんだから。前半戦はそう思ってるだけだから、中盤後半で巻き返してもらえればね。だが出るからね、何にも投げれば動く人なんだろうけど。少ないと厳しいかもよ。もうね、キャップされるよ。モーレールのロングチェイスがあるからまだ効いてるだけだから、うん、頑張って。2人が鍵握ってるよ、この試合の。これも極力こっちエリア回したかったけど、バイトン。俺らチェイスできるかもしんないけど、チルだったかもしんない。あっちにちゃんまり触ってる、やっと触ったって言って。そう、僕ら元気な人が触らないって。
ここで回す。か。行くわ。ここ行ってんの。いや、まだ縄余裕はある。少しでもやられ役やって、モデルが回せればいいんだわ。オーテムなんかやってる感じだから、落ち量なのかわかんないんだけど。モデルの発電機が回ればかなりの確率価格も、一人でも脱出してね。それをやるから最後まで。いい、チームで勝つんだよな。俺はさっき発電機しか回さねえ、どうしようもねえ奴らがいたけど、ノーワンかもしれねえ。ゲート、こっち行ってるでしょ。よし、これがヒエロちゃんデッドバトルです。称賛されることのプレイをね、称賛される、人から良いと思われるプレイをするだけが、それただ上手い人、本当のエースは人から非難されたとしてもチームの勝利を選ぶ。俺がエース、デッドバイのエースであり続ける。これが本当のエース。人から非難されて見る価値ないと思われても、そのプレイこそが正しいだろう。チームにとって価値を生み出す、それがチームにとって大切。これがヒロちゃん。当たり前です。エースだったら勝って当たり前ですから。ヒロちゃんがいればチームは勝つ。チームの勝利のためだけに。これがヒロちゃん。まあ今日はちゃんとしたゲームだったら3戦3勝したからいいか。ちゃんとゲームした試合はゲーム3戦3勝だから、もうこれで終わろう。満足で、満足して終わろう。もう疲れだしもう。